佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今回もこの番組佐藤美久の女優道をお聞きいただきましてありがとうございます。前回お伝えした CS エンタメーテルさんで放送された前回ゲスト、藤田真一監督、私も出演させていただきました戦慄女子撮る女編、ご覧いただきましたでしょうか皆様。ちょっとここでね、撮影中のエピソードをね、お話ししようかなと思います。主演がですね、前田のぞみさんでございます。でして、で、私はですね、その前田のぞみさんの、昔の友達さやか役で出演させていただきました。で、前田さんとの2人のシーンで、こう前田さんがこう写真を撮るというシーンがあるんですけれども、本当のちゃんとしたカメラをですね、前田さんが持って、で私を撮影するっていうシーンなんですけれども、すごいカメラを撮るのが前田さんが非常に上手で、こうカットがかかった後にこう何枚か見せさせていただいたんですけれども、すごく綺麗に撮ってくださっていて、いやさすがだなというふうに思いましたね。その、オフショットをですね、私のブログの方で何枚か、載せさせていただいておりますので、ぜひぜひ、私のブログぜひ見ていただけたらなと思いますので、はい、皆さんご覧いただきまして本当にありがとうございました。本当に非常に貴重な経験をですねさせていただきました。本当にありがとうございました。さて、このあたりでちらっと自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいて、まだ3年目の新人です。主な活動としては地上波のドラマや映画でお役をいただいたり、エキストラなどとして勉強させていただいたりと頑張っております。そんな中、前回ゲストにお越しいただきました藤田真一さんが監督を務められたホラードラマ戦慄女子撮る女編に出演させていただいたほか、映画22世紀寓話という短編映画に主演として出演させていただきました。また毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo ショーで、私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤ミトというネットアイドルという設定で、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。こちらもアルカディア号のホームページのチェックをお願いしておきます。それでは最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろんな現場に出演参加させていただきましたので、ご報告させていただきたいと思います。毎度のことですけれども、ドラマなどの出演に関して守秘義務のためあまり詳しくは申し上げられませんが、ご紹介させていただきたいなと思います。まず最初ですね、東京上野ミュージックサマーフェス in 上野水上野外音楽堂で、なんとライブ初体験させていただきました。ありがとうございます。佐藤美久で出演させていただいて、で格好というか衣装は、佐藤美斗の、衣装で出させていただきました。ピンクのウィッグに青の丸眼鏡で、衣装はですね、映画ゼロで着ていた胸元に大きい長女がね、はい、ある、ワンピースかなに、ピンクのねスカートを上から着ているという形で、ライブをさせていただきました。非常に広い会場でして、この人前で自分の歌を披露させていただくっていうのはなかなかないことなので、非常に緊張しましたし、もう音ずれないかなっていうので、もう手が震えましたね。で、こう結構こうマイクのね使い方がやっぱまだまだだなっていうのをリハーサルの時点で思ってしまいました。はい。で、本番はですね、なんとかかな無事に終えることができまして、で
歌って上手だったよっていう風にですね、おっしゃっていただきまして本当に嬉しかったです。そしてこの、ライブでですね、22世紀グーアの監督、泉沢監督、そして、文ちゃんこと天海俊人さんがですね、会場にいらしていただきまして本当にありがとうございました。お忙しい中ありがとうございます。嬉しかったです。で、文ちゃんさんはですね、なんとグッズも買っていただきまして本当にありがとうございます。よかったよっていうふうにおっしゃってくださって本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひね、また来年出たいなっていうふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。当時の模様はですね、YouTube でアップしていただいておりますので、ぜひ皆さん一度私のアイドルぶりをご覧いただければなと思いますので、ぜひ検索してみてください。そして続いてですね、CS エンタメテレさんで、戦慄女子撮る女編、顔合わせ本読み、そして撮影がありました。はい、もう本当に非常にこれまた同じこと言ってしまいますけれども、貴重な経験をねさせていただきました。でもう本読み、そうですね、私がこう20分近くね、映画に、出演させていただいたのは、私の事務所が、制作している映画がほとんどなんですけれども、それとは全く別の、ほぼほぼ初対面の方々と一緒に一つの作品を作り上げるというのを経験するのは、この、戦慄女子含めて2回目ですね。はい、非常に本読みの時点でもうガチガチに緊張しすぎていて、そうですね、大丈夫かな、様子を伺うじゃないですけども、私大丈夫かなっていうふうに結構ずっと思ってたんですけれども、撮影時はですね2日間撮影あったんですけれども、1日、私は、撮影に行かせていただきまして、皆さん本当に優しく接してくださいましたし、藤田監督もですね、すごく優しく、そうですね、私にこういうふうにした方がいいとか、こうアドバイスをいただきながら、作品、演じることができました。本当にありがとうございます。でですね、この、戦慄女子という女編で、メイクを担当、メイクさんの、山崎恵子さんという方がいらっしゃるんですけれども、なんとその、メイクさんの山崎恵子さんからタイアップで化粧品をですね、いただきました。びっくりしました。もらっていいんですかっていうのが最初あったんですけれども、いただきまして、ぜひこのね佐藤美久の女優道で紹介させてくださいということで、ぜひぜひということで、今回ねちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まず一つ目なんですけれども、ぜひね特典映像をご覧いただいている方、ぜひ映像を見ていただければなと思います。見えますかね、よいしょ。まず一つ目がですね、エクスボーテ、薬用オイリッチ、ハイプロテクト UV、日焼け止めの乳液ですね、になっております。はい、とこれをまずお一ついただきまして、続いてがですね、レチレのモイスチャーリップクリームですね、をいただきました。このリップクリームはですね、こうエステサロンやプロメイク用としても使用されているそうです。ぜひ皆さん検索してみてください。そして3つ目ですね、こちら、おしもんさんの、カールアップウォッシャブルマスカラというマスカラでして、特に、山崎さんがおっしゃるには特にこの、マスカラがすごく使いやすいということで、このマスカラがですね、プロメイク舞台屋というテレビや映画で愛用されているプロ用メイクブランドの、舞台屋さんがおしもんのマスカラをプロデュースされたそうです。結構こうテレビとか、映画での、エンドロールで舞台屋という名前がですね、結構こうエンドロールに、出てることがあるので、ぜひ皆さんちょっとチェックしてみていただけたらなと思います。はい、ですごくカール力がすごくあって
って、で、結構女性でね、マスカラの悩みといったら、ちょっと時間が経つと目の周りが黒くなっちゃうっていうのが結構あるのかな。私も結構目の周り黒くなっちゃうタイプなんですけれども、全然黒くならなくって、なおかつウォータープルーフなのでお湯で落とせるんですよ。いやこれすごいですね。ぜひ皆さんネットで検索していただいて、Amazon や楽天にですね、そうですね、通販でもありますので、ぜひ皆さん、お買い求めいただけたらなと思います。なんとこの3つをですね、いただきまして、いやこれはこんなにいただけるんだっていう風に思いましたので、本当に大事に使わせていただきます。本当に山崎さんありがとうございます。はい、続いてがですね、 NHK のプレミアドラマ、9月9日から放送開始しております、念仏美佐子さん主演ドラマ、に参加させていただきました。なんとこの参加させていただいた日がちょうどオールアップの日だったんですよ。ありがたいことに、いやなかなかオールアップの日に参加させていただくことって多分2回目か、本当に数少ないんですけれども、いやこんな貴重な場面を見させていただけるなんてっていう風に思いながら、その日に分かりました。オールアップですっていうので、そう今日オールアップなんだっていうのですね、気づきまして、貴重な場面をですね、見させていただいて嬉しかったです。ありがとうございます。そして続いてはですね、アベマ TV さんにて、放送中のドラマ、新川優愛さん主演の、ドラマに参加させていただきました。そうですね、OL さんの役でエキストラで行かせていただいたんですけれども、はい、オフィスの中にもね、入っていくことがあって、まあそのオフィスもものすごく広くてですね、仕事していらっしゃる方々もちゃんといらっしゃっていて、皆さん本当に黙々と結構こう撮影ね、近くでやってるとどうしてもこう見てしまうかなって思ったんですけれども、全然皆さん黙々と仕事をしていらっしゃっていて、わあかっこいいと思いながら見ていました。そして私もこうね、オフィスでこうのシーンとかも、こうね歩いたりとかもありましたので、はい、そうですね、はい、そして続いてですね、そうですね、参加させていただけて楽しかったですね。はい、ありがとうございます。そして続いてですね、ネット配信番組、ネットアイドル佐藤水戸で、ファイナルファンタジー、10をですね1年以上かけてクリアしました。よかったです。そして現在、バイオハザードに、挑戦中でございます。まあ果たしてね、これも終わればいいんですけどね、ファイナルファンタジーがかなり時間かかってしまったんですけれども、はい、頑張っていこうと思います。ぜひね、お時間ある方はぜひご覧いただけたらなと思います。そして続いてですね、アルカディア号イメージキャラクターをですね務めさせていただいております、東京ベイトロッドクルーズホームページとアルカディア、佐藤ひらがな佐藤ミクで検索していただけますと、ニュースや、動画も上がっておりますので、ぜひ皆さん一度チェックいただければなと思います。で続いてですね、ドットエルプラス、継続中でございます。そうですね、ドットエルプラスはですね、毎日1回投稿で写真とコメントを、つけて、投稿させていただいております。はい、でそうですね、何に似てるかな、インスタグラムに似てるのかなとは思うんですけれども、ドットエルプラスという、エールボタンがあるんですね。でその、エールボタンが、いいねって思っていただけると分かりやすいかなと思います。ダウンロードするのは無料なんですけれども、通信料がかかってしまいますが、ぜひ皆さんダウンロードしていただいて、検索でタレント、佐藤美久で検索していただければ私のアカウント出てきてまいりますので、ぜひ皆さんエールボタン、応援ボタン押していただければなと思います。そして私の事務所の、先輩佐々木千明さんもですねアカウントを持っておりますので、ぜひぜひ皆さん、エールボタンのほどよろしくお願いいたします。
続いてはですね、映像演技ワークショップ毎月3回ございます。なんとですね、新メンバーって言っていいのかな、はい、が1人増えまして、私と同い年の女の子です。はい、同い年で結構こう趣味とかも合う感じの同世代の同い年の女の子が入ってきました。まあ、そのね、まあ、新しい子も加えて、まあ、こういろんな、ね、刺激を受けながら、私もですね、さらに、演技力アップ、そして自覚アップをですね、していこうかな、していきたいなと思います。そして、最新映画、突然恋人はじめ過去の私の全出演作品 DVD が発売中でございます。他の作品もですね、たくさん予告編ございますので、ぜひぜひそちら見ていただいて、ちょっとこの作品気になるなというのがあればですね、ぜひぜひご購入いただければなと思います。 YouTube の方でひらがな佐藤美久で検索していただければ、予告編わーっと出てまいりますので、ぜひぜひ見ていただければなと思います。なので、ぜひね、ご購入のご希望の方はですね、ぜひうちの事務所までメールをお願いいたします。さて、この1ヶ月間全体振り返ってですね、もうとにかく貴重な経験、戦慄女子撮る女編にですね出演させていただき本当にありがとうございました。はい、もう藤田監督はじめね、出演者の方々、そしてスタッフさん、本当に皆さんありがとうございました。またぜひ佐藤美久を使っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。それまでにね、私もさらにスキルアップをねしていかなければならないのかなというふうに改めて非常に思いました。以上、マンスリーダイアリーのコーナーでした。さて、続いてのコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。前回は以前ワンをこのコーナーでご紹介させていただき、私の数多くのミック的映画鑑賞ランキングのトップクラスとも言ってもいい銀魂、先月17日に上映が始まり、1に劣らず人気を博している銀魂2、掟は破るためにこそあるについてお話しさせていただきたいと思います。まず感想に行く前に、一応銀魂についてご存知の方もいらっしゃるかと多いかと思いますが、ごく簡単にご説明させていただきます。原作者はですね、空知秀明先生です。この映画の監督は、福田雄一監督です。そして主演がですね、小栗旬さん、そして、須田将暉さん、橋本環奈さんでございます。はい、でもうこの今回の、銀魂はですね、前作が、紅桜編だったと思うんですけれども、今回がですね、新選組動乱編と、将軍接待編をこうミックスさせたものになっております。で、まあ、この銀魂ね、まあ、知らない方はいらっしゃると思うんですけれども、宇宙から襲来したアマントという、宇宙人がですね、こう 侍をですね衰退させてる、江戸末期ですね、時代は、でその、よろず屋を営んでいる坂田銀時、そして、志村新八、宿族の、神楽がですね、まあ、ある日ですね、家賃が全然払えなくなるんですね。でこの3人で、生活のためアルバイトを始めるんですけれども、どのバイト先でもなぜか天下の将軍様と遭遇します。同じ頃、江戸の治安を守る特殊警察新選組で内紛が起こり、創設以来最大の危機は将軍をも巻き込む陰謀へと発展していきます。で1の方では、よろず屋と、騎兵隊が主にだったんですけれども、今回はよろず屋と新選組が主な、ストーリーが進んでいきます。で私のね、見どころをですね、3つ紹介させていただきます。3つです。はい、今回ねパンフレットも買ってまいりました。まず1つ目はですね、柳楽優弥さん演じる、土方歳三郎の演技力がめちゃくちゃすごいです。鬼の副長なんですね、
新選組の鬼の副長の土方藤四郎なんですけれども、あのまああることでアニメオタク化になってしまうんですね。アニメオタクのトッシーという属性ができてしまうんですね。でそのトッシーから鬼の副長に変わる瞬間がすごくスムーズなんですよ。ぜひ皆さんそちらね注目していただければなと思います。そして、将軍で、新たなキャラクターですね、徳川重重役の、勝地涼さんがですね、ブリーフ姿になってるところです。はい、めちゃくちゃ面白いです。ここは将軍接待編でそのブリーフ姿になるのでぜひ見ていただければなと思います。そして、佐藤二朗さんのアドリブかなり面白いです。これも、今回はですね佐藤二朗さんキャバクラの店長で、役で出ておりますので、ちゃんと多分台本にあるセリフを言った後のアドリブが全然こう多分カットがかからないんでしょうね。銀さんの、小栗さんだったり須田さんであったり、橋本さんがですねもう笑っちゃってるんですね。それがまた面白いのでぜひそちらもね注目していただければなと思います。そして映画の、映画とは別にドラマ版の銀魂がですね DTVのに、ございますので、ドコモじゃない方もですね見れるということですので、ぜひ皆さんチェックしてみていただければなと思いますので、はい。でもう本当に、まあ、全然原作知らないっていう方でも本当に面白く見れますので、もう私の妹も全く原作知らないんですけれども、私より先に見に行ってすごく面白かったよっていう風に言ってくれていたので、ギャグもありつつ、ちょっとシリアスなかっこいい部分もあって笑いと涙ありですので、ぜひ皆さんご覧いただければなと思いますので、はい、まだね見に行ってないよっていう方でも原作知らないよっていう方もね、ぜひぜひ一度見ていただければなと思います。このねパンフレットもねものすごく素敵ですので、土方の土方がですねマヨラーなんですね。マヨネーズが大好きなんですけれども、そのマヨネーズの話成分の話であったりとかのがですねパンフレットになぜか入っておりますので、ぜひ皆さんパンフレットもねぜひ買っていただいて楽しんでいただければなと思います。原作好きな方はですね本当に面白くなっておりますので、映画ならではの部分もありますので、ぜひぜひ皆さん見ていただけたらなと思います。はい、以上今月の片入りムービーリポートのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングのお時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん本当にありがとうございました。それではここで私から改めて告知をさせていただきます。オープニングでも申し上げましたが、ネットアイドルカタカナで佐藤ミクとしてこの番組佐藤ミクの女優道とは180度全く違うキャラで生配信番組をさせていただいておりますので、もしご興味のおありの方はぜひ一度カタカナで佐藤ミクでチェックしていただければと思います。また他のいろんなスケジュール等に関しましてはですね、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私の佐藤ミクオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。そして皆さんこの番組へのお便りをお願いいたします。ファックス番号 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 佐藤ミクの女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。